皆様こんにちは、あずみです。今回はレザークラフトなんですが、前にレザークラフトの道具が揃ってなくても安く作れるということをお伝えしました。今回は針と糸を使ってレザークラフトの縫い方を勉強していきたいと思います。レザークラフトをやり始めるとき、一番初めに必要なんじゃないかなと思うものが針と糸、それと菱目打ちに手縫いワックスだと思います。菱目打ちは先端が1本のものから10本以上のものまでいろいろありますが、4本菱目打ちと2本菱目打ちでいいと思います。針と糸は100均のものを使っていきます。今回でフェイクレザーを卒業しようと思うんですが、なるべく安く始めるために今回は100均の針と糸を購入してきました。とじ針は前にも買ってきたものをもう1セット購入しました。ただ本物のレザーを縫おうと思うと針が太すぎてしまって思うようには縫えないと思います。均等に力が入らないと綺麗に縫うことができないです。糸はキナキナリという麻とシルクを合わせた糸です。まとまった繊維で少しボコボコした糸ですが、試してみたところ見た目にはそこまで支障はないと思います。ですが糸自体が弱いので手縫いワックスを多めにつけました。これもバッグなどを作って使用する際、糸が切れてしまう可能性もあるので麻糸を用意できればいいと思います。菱目打ちは革に穴を開けていくものなんですが、均等に穴を開けていこうと思うと自分ではなかなかできないと思うので用意するといいと思います。それではいつも行っている縫う方法、基本的な縫い方で平縫いというんですが、今回は綺麗に縫える方法をやっていきたいと思います。綺麗に縫うコツは、まっすぐガイドラインが引けていることと、そのガイドラインに沿って穴を開けること、そして糸を通す方向です。それではやっていきたいと思います。まずはガイドライン。ガイドラインを引く道具でステッチンググルーバーというものがありますが、今回は使いません。定規ととじ針を使ってガイドラインをつけていきます。まっすぐな線が引けたらいいので、とじ針じゃなくても書けないボールペンなどレザーを傷つけないもので代用することができます。今回は4ミリに合わせてガイドラインを引いていきます。まっすぐガイドラインを引くことができました。次は綺麗に穴を開けていきます。本来であれば下にゴム板を敷いて行うんですが、余った木材や100均の板などでも構いませんので、机を傷つけないようにしておくといいと思います。それでは4本菱目打ちを使って穴を開けていくんですが、ここでの注意点はレザーを傷つけないようまずは跡をつけていきます。菱目打ちは一番最初と一番最後、このように一目落として行っていきます。綺麗に跡をつけることができました。穴を開けていきます。菱目打ちは垂直に立てた状態で穴を開けていきます。斜めにした状態で開けると表と裏で穴の位置が変わってしまい、綺麗に縫い上げることができなくなってしまいます。次の穴を開けるときはこの一番最後の穴に一目を置いて打ち込んでいきます。穴を開けることができました。それでは平縫いを行っていきます。まず表側から糸を通します。糸を同じ長さにして次の針を通します。表側から左側にある針を右側に刺していきます。右側に持っていた針を左側に刺していきます。この時糸に針を刺さないように気をつけて行ってください。今度左に持っている針を次の3つ目の穴に通していきます。
先ほどと同じぐらいの力でクッと締めていきます。これの繰り返しです。最後まで来たので玉止めをしていきたいと思います。こっから1,2,3個目まで戻ります。3つ目の穴まで来たら後ろ側で留めておきます。それでは玉留めをしていきます。まずは裏から出ているこの2本の糸を結びます。結んだらここ結び目のところにボンドをつけます。そしてもう1回結んでいきます。これでボンドでしっかりくっつくし、これギリギリのところで切ってしまえば結んだところも目立たないということです。結び目このような感じでできました。ここからはステッチ自体がアクセントになってくれる縫い方をやっていきたいと思います。まずクロスステッチという縫い方です。糸は7倍くらいあるといいそうです。それではまず右側表から左側に出して1回転するようにまずは糸を通していきます。次にどちらの糸が上に来るかっていうのを決めていきます。これをすることによって綺麗に仕上がるそうです。私は右側の糸を上に来るようにしていきたいと思います。ではこの下の穴に針を通します。次に右側の表に糸を出していきます。次は左側から糸の後ろを通って右側に出していきます。また同じように下の段3つ目の穴に針を通して表側から出していきます。左側から通して右側の表から出していく。これの繰り返しです。最後まで縫い終わったらこの糸をクロスさせます。そして表から裏に糸を通して糸を裏に持ってくる感じにします。裏に持ってきたら玉結びをして完了です。次はベースボールステッチをやっていきたいと思います。ベースボールステッチはその名の通り野球のボールで使われている縫い方です。5倍ぐらいの長さで糸は取って針は1本だけ、反対側は少し大きめの玉結びにしておきます。それではまず後ろ側から針を通していきます。
一周させるように反対の穴にも通して、もう一回同じ穴に針を通して糸を前に持ってきます。次に糸を通すのは糸が出ている反対側のすぐ下、ここに後ろから針を通して糸を出していきます。次はその反対側、一つ穴を開けて上から三つ目の穴に針を通していきます。このようにジグザグに縫っていきます。一番下まで縫えたら、今糸が出ている反対側の穴へ表面から針を刺して糸を後ろへ持ってきます。次はベースボールみたいな柄にしていくんですけれども、左右でどちらが上に来るかっていうのを決めておくと綺麗にできるそうです。革の中心から針を持ってきて反対側の穴へ表面から糸を通す。今回私は右側を上にしていこうと思います。真ん中から針を通して表面から反対側の穴へ糸を通す。これを上の方まで繰り返していきます。それではダブルクロスステッチやっていきたいと思います。まずは後ろから針を通して一周させるようにまた前に針を通します。次に反対側の下の穴に針を通して、その真上、ここの穴から針を手前に持ってきます。次に反対側の1個目、2個目、ここの穴に針を刺して、上に針を刺して糸を手前に持ってくる。今度は反対側の穴、ここに糸を通してまた真上に持ってくる。今度はその下、反対側のその下の穴に針を通してまた真上に、真上の穴からですね、糸を通す。これの繰り返しをずっと下まで行っていきます。縫い方は最後まで一緒です。玉留めをするのは今糸が出ているところの一番下の反対側の穴へ糸を入れて裏で玉留めをします。これでダブルクロスステッチの完成です。この縫い方は覚えるとすごく簡単にできるのですが、他のに比べて凝っているように見えるし綺麗だったのでやってみました。いかがでしたでしょうか。今回5種類の縫い方を勉強しました。これだけのバリエーションがあれば
小物などのアクセントとして縫うことができますよね。私的にはこのダブルクロスステッチかなり気に入ったので、今後カバンなどを作るときはぜひ取り入れていこうと思っています。100均の道具に関してなんですが、使い心地としてはやはり均等に力を入れるのが大変でした。糸は針からすぐに抜けてしまうし、針はなかなかレザーに刺さってくれなかったりしていました。やはり道具は専用のものを使うのが使いやすいですね。そして次の動画では、今回行った縫い方でフェイクレザーを使って安くなるべく簡単にポーチとペンケース作っていこうと思います。この動画を見ていいなって思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。